私が知ってるよ。さあ、こっちおいで。嫌だ、こっちへ来るんだよ。うるせえな、ちょっ。 松井田の取れた路に教えてやった踊りをそのままお姉さんにも教えてやろうってわけさ。そうかい。親分殺しの下手人をてめえの方から白状しやがったな。ああ、いてえ。<笑>それが分かったところでどうするんで。ここじゃ場所が悪いな。おう、 みんな踊れ踊れ。弥太郎さんにも踊らせてくんな。はい。1年目にはてめえが加賀山の旦那に余計なことをしゃべりやったが、今度は俺の方から弥太郎って旅ガラスがどっかで野垂れ死んだって明日旦那が見えたらそう言っとくぜ。 この辺で上がろうぜ。横出すか。ああ、いいよ。よっ。ここ。兄貴。来た。俺だよ。やろう。裏切りやったの。バカ野郎。
裏切ったんじゃねえや、表が言ったんだい。狙いが兄貴、どうだい。俺のイカ様は神業だろう。そうだよ。さあ兄貴、来て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 。よし、嬉しいぜ吉。気をつけ。できねえや。見てろよ、一人のおらず叩きてるから。